株式会社平凡社地図出版は日本の地図専業出版社。親会社の平凡社と同様に社名の平の字は厳密には二つの点が末広がりになった旧字体を使用する。1954年に平凡社の世界大百科事典別釣りの地図作成部門として設立された日本地図研究所を前身とする。 別釣りの観光後はそのノウハウを生かして学習教材や家庭用の地図帳や立体地図の作成に進出し特に1968年観光の世界地図帳、日本地図帳がヒット商品となった。1980年3月地図業務に特化した株式会社平凡社地図出版として平凡社から文社、本社を埼玉県朝霞市に置く。これ以降 東京書籍発行の学習用地図帳制作や、講談社が日本での販売権を取得したタイムズ世界地図帳の日本語化などを行っている。また、Google マップの日本語版で使用されている日本国外の地名のデータ提供も行っている。本社は2000年に浅霞市から豊島区金目町へ移転、その後は文京区大賀を経て、現在は 新宿区山吹町に置かれている。ありがとうございます。